皆さんこんばんは、せーの、 AKB48 18期練習生です。イエーイ、始まりました。カスミンから自己紹介お願いします。私の名前はと聞いたらカスミンって言ってください。オッケーあなたのハートをパースミン。私の名前はカスミン。ありがとうございます。笑顔大熊かちゃんポイント、お相手県出身19歳のカスミンこと工藤カスミンです。よろしくお願いします。カスミン、はい、私が任せなと言ったらさえと言ってください。はーい、みんなの心を彩りたい、笑顔なら私に任せなさえ。ありがとうございます。東京都出身19歳の新井さえです。はーい、はい、夢の中でもみんなのアイドル、夢でも一緒だよ。埼玉県出身18歳、夢見こと佐久間夢見です。よろしくお願いします。イエーイ、夢見。はい、今週はなんとハロウィンモードです。やったー。じゃあカスミンからどんなカスプレ、コスプレをしてるか。え、これって何なんだろう。くるくるしてください。ここ何なんだろう、何なんだろう。くるくるしてください。これ何なんですかね。ドン、わ、何だろう、何だろう。あ、尻尾が生えてる尻尾が生えてる、かわいい、かわいい。これ何ですか。猫、キツネ、キツネ、キツネのキョンシー。新しい ね、かわいい、かわいい、似合ってる、最高。スクショ、スクショタイムです。スクショタイム、はい、こんな感じです。かわいい、かわいい。じゃあ、はい、さえちゃま、じゃあ私はさえちゃまは何なんですか。さえちゃまは何なんですか。それさえちゃま何だろう。さえちゃまはおっと、おおおおおお探偵、はい、探偵、探偵、任せなさいってことで探偵にしました。どういうこと。事件の解決なら任せなさいです。なるほどね、すごい、かわいい、かわいい。正直探偵だろ、人いない。え、そう、みんなにさ、何にしたって言われて、探偵って言ったら、さえちゃん探偵って言って、めっちゃ笑われた。探偵一番ちょっと選択肢なかったかも。え、かわいいじゃん私もちょっとカスミンと同じになった、ね、たまたまなんですけどね。すごい、かわいいね。キャッ、かわいい、かわいい、似合うね、ゆめみも。かわいい踊ってる。お、スクショタイム、スクショタイム、いい感じ。かわいいですね、みんな。かわいい、近いし、なんか、うん、いい感じのバランスなんじゃないですか。確かに挟まれて、なんかあれ探偵の一番すごい人で、うん、その助手みたいな。あどういうこと。匂いで探す系。あ、なるほどね、うん、今日助手でやらせて。ありがとう、よろしくお願いします。そしてタイトルコールに行きたいと思います。はい、いちかぼちかで全力一発ルーム。この番組は AKB48 18期研究生がいろんな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブも配信中です。見逃した方やもう一度見たいという方はぜひアーカイブもご覧ください。はい、お願いします。そしてアーカイブで見ている皆さん、普段は毎週火曜日18時からショールームで生配信をしています。こちらにもぜひご参加ください。はい、はい、そしてショールームの番組参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。はい、皆さんのポイントが多いほどキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。はい、はい、コメント読んでいきたいと思います。こんばんは、皆さんどうでしょうか。コスプレ結構、うん、こんながっつり、確かになかなか見ないですよね、こんなする機会あんまないから。確かに、お話し会とかで言ったらするかもしれないけど、うん、今月ないですからね。確かに、お菓子くださいだって。え、考えとこう、やだとあるアイドルファンさんからクマパフェ、ありがとうございます。ありが
とうございます。ありがとうございます。今日もありがとうございます。嬉しいです。可愛すぎて困った。困った。ありがとうございます。解決ぞろり懐かしい解決ぞろりね懐かしいですけども、はい、そうじゃん。せやかて工藤を差し置いて私が名探偵になってるわ。せやかて新井です。せやかて新井ありがとうございます。はい、はい、番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認していきたいと思います。はい、せーの、3位ゆきおさん、ありがとうございま す。せーの、2位ドイツメロンパンさん、ありがとうございます。せーの1位とあるアイドルファイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、はい、あれだよね。ん、え、これあるんだよね。そうなんですよ。本当だ。そして本日はランキング上位3名の方に本日の出演者ランキングサイン入りチケをプレゼントします。そしてエンディングでのランキングが対象となりますので、すごい、お願いいたします。ぜひぜひ。そう、今日はこのレアチェキが手に入っちゃうっていうことです、はい、皆さんぜひ頑張ってください。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要で、はい、アカウント登録してないよって方も登録してコメントやアイテムのご参加していただけるととても嬉しいです。嬉しいです。お願いします。じゃあ拡散してもらいやすいようにスクショタイムしちゃいますか。はい、どれだ。今日は私が書きました、うん、ありがとう、 ありがとう。よし、あ、これじゃなくてお、なんかイラストが書いてある。すごい、あ、何ですか。10秒カウントダウンするんだよね。そうだよね。カウントダウンします。はい、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。ハッシュタグ一発ルームでぜひたくさんお願いします。お願いします。 X のポストはハッシュタグ一発ルームです。お願いします。あ、ナーナブさんからスペシャルギフトっていました。ありがとう。スペシャルギフト、ありがとうございます。なんだろう、すごい嬉しい。スペシャルギフト、ハロウィンだ。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。じゃあここで先週からのオープニングトークのお題が来ているので見ていきたいと思います。お願いします。お願いします。ヤッホー、見てますか。ヤッホ ー。今週の配信は私成田小日向と山口唯一と久保ひなのにゃんでした。はい、じゃあひなちゃん、はい、お願いします。はい、ズバリハロウィンが近づいて仮装もしていますが、うん、みんながトリックオアトリートしたい欲しいお菓子は何ですか。なんだというお題です。ぜひぜひみんないっぱい喋ってね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。さえちゃん何着てるの。鑑定です。はい、ちょっと癖強で何て書かなかったんですけど、ね、お菓子もらいたい、お菓子、欲しいお菓子、ハロウィンでもらえたお菓子 ね。チョコ、チョコが好きです。チョコ好きなんだ。うん。私チョコ苦手。珍しい。なんかさ、チョコ選ばなくない？普通に買い物してて。めっちゃチョコ選ぶ。え、ごめん。え、私はポテトとかのさ、ポテチ？あ、びっくりした。あの、ポテチとか、うん、ピザポテトとかめっちゃ好き。あ、そうなのね。そう、スナック系が好きです。あ、盛り上げてくんない。あんま共感できなかった。そう、なんか、ハロウィンはなんかハロウィンの柄が書いてるお菓子、うん、なんかパッケージにめっちゃハロウィンが書いてある謎のお菓子が、え、期間限定のが好きなの。期間限定か分かんないけど、だってハロウィンパッケージって期間限定じゃない。なんか中身は一緒でも、中身一緒なんだけど見た目だけ違うとかあるじゃん。パッケージがついてるだと、そんなのあるの。え、あるあるよね。え、全然分かんない、ね、なんかそういうのだとやっぱめっちゃハロウィンを感じてすごい好きなので。分かる。ハロウィンのこと言えばよかったの。え、何の話。何の話。え、ハロウィンね、あの、うん、お菓子もしもらえるなら何が欲しいのかと思ってた。うん、そういう解釈しちゃったっていう。そういうことね。何でも嬉しい。確かに。なるほどね。いや、同じも嬉しい。はい。うん、
じゃあ来週のメッセージはエンディングでお話します。ごめん全然そういうことだよね、うん、はい、はい、ここからはここから今週はハロウィンのショールーム特別企画です。イエーイ、ハロウィンはカラオケで盛り上がろうそうなんだ。え、ハロウィンってカラオケで盛り上がるイベントだっけ？そうらしいんですけど、メンバーがさ、ハロウィンは何するの？いつもハロウィン、ごめんだけど何もしてない。小学生の時はみんなで仮装したり、お菓子、それこそお菓子交換とかしてた。でも私も高校が私服だったんだけど、うん、ハロウィンの日は仮装してきてる人も結構いた。すっごい。そう、学校にみんなお菓子とかも全然 OK だったから、交換したりしてました。楽しそう。ハロウィンは何もしないかも。トリックアトリートは家でゴロゴロする。じゃあ今日はカラオケで盛り上がっちゃいましょう。盛り上がっちゃおう。メンバーがセラシクとした一曲でハロウィンをみんな盛り上げようということでスペシャル企画となっております。はい、歌唱は時間の都合でワンコーラスとなってしまいますが、皆さん楽しみましょう。楽しもう。そして今回の歌唱で使用する音源はダムさんのカラオケ音源を使用させていただきます。第一交渉交渉さん、ありがご協力ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速行っちゃいますか。はい、はい、これ誰か行くとか決めてないよね。ね、じゃあ私から行こうか。いいの？いいの？最初で。うん、ありがとう。やだ。全然わかんない。じゃあ一番に行きます。盛り上がるもんね、カスミンの。そうだよ、盛り上がるよね。だってハロウィンだもん。確かにハロウィンっぽいかも。うん、一番3人の中ではハロウィンっぽい。確かに。そうね。さあ、じゃあかすみんは何を歌ってくれるんですか？頑張るね。何を歌ってくれるんですか？あ、言わないといけないのか。あ、言わなくてもいいんだって。言わなくていいよ。まあ、これじゃあ何を最初で言うから大丈夫。楽しみだわ。楽しみ。それではどうぞ。妖怪体操第一ウィース。妖怪出るけん出られんけん、よーでる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 、妖怪出るけん出られんけん、ラーリラーリ仲間にラーリ友達大事、妖怪妖怪妖怪もっちっち、かいかいきき、くいくいきき、こいこい妖怪もっちっち。ありがとう。今日は朝から寝坊をした、夢の中どうして朝は眠いんだ、どうして朝は眠いんだ、ドワーハーハー、妖怪のせいなのね。そうなのね。ウォッチ、今何時？1時。ウィース、よーでる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 、妖怪出るけん出られんけん、よーでる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 、妖怪出るけん、妖怪妖怪妖怪ウォッチッチ、カイカイキキクイケイケイコイコイ、妖怪ウォッチッチ。ありがとうございました。すごい楽しい。みんながね、世代ですから知ってますからね。めっちゃ盛り上がった、ね、ちょっと声出ていいんじゃない？最初よかった。はい、すごい疲れてない？大丈夫？疲れた。ちょっと疲れちゃった。盛り上がって、ね、うん、でもすごい1曲目から盛り上がってよかったよ。ありがとう。元気出た、すごい、うん、どうだった？歌ってみて。なんかすごいなんか友達になれました、妖怪と。妖怪とね、うん、あ、そういうゲームです。そうなんだ。よかった。はい、ね、適当すぎない？適当すぎない？そうなんだね、うん、はい、開いてるね。確かに、うん、確かに確かに。どっち行こうかな、さえちゃんと。どっちでもいいよ、どっちから行く？じゃあゆめみん行っちゃいます。あ、OK。 じゃあゆめみん行ってもらって、ゆめみん行きます。何歌ってくれるのかな。やっぱね、冬に近いからね。どういうこと？そっち系なんじゃない？何？胸どした？私は
雲の上のラプンツェルの自由への扉歌いたいと思います。今日もいつもと同じ朝、ほうきで掃除をした後、モップをかけて床を磨く、洗濯して仕事は終わり、お気に入りの本を読んで、部屋の壁に絵を描いたり、ギターアニメのようにをするの、変わらない毎日。もっと聞きたかった。なんか体力かわいかったよ。なんかあんまりいつもより緊張しなかったかもしれない。よかった。すごい気持ちよく歌えてたと思う、ね、すごい素敵だった。素敵でした。ちょっとお水いただきます。はい。じゃあ次行っちゃおうかな。探偵行きます。ちょっと私は全然ハロウィンに関係ないかもしれない。あ、そうなんだ。本当に。そう、じゃあファンの人への気持ちって感じかな。そういうこと、皆さんへの気持ちを。なるほどね。なんか結構楽しい、みんな世代のね、ドンピシャ。はい、私はこれは曲名言う？言っていいよ、うん、あ、じゃあ好きな人がいること。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私は先の返事もう一度したい。どうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかりでも泣いて笑って少しずつ進むの。もし5分前に戻れるなら素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ、時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。今夜は涙で溢れても明日は笑えればいいじゃない。優しいその手に触れるまでずっとあなたの夢を見てる。今夜はおやすみ、目を閉じるよ。ルル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 。いい曲だわ。なんかいい曲、恋しちゃったかも。え、誰に？そんなの一人しかいないよ。え、でもなんか謎が解けたって感じだった ね。謎が解けた。うん、いい、そう、すごい上手かった。鑑定だから、うん、よかった。キュンキュンした。可愛い曲だよね。うん、可愛い、嬉しかったです。似合ってた。本当、うん、嬉しい、ありがとう。楽しかった。はい、やった。はい、次回の一発ルームは誰が何を歌うのでしょうか。あ、メンバー発表へ。ごめんなさい。メンバー発表はエンディングで発表します。はい、エンディングお楽しみに。以上、ハロウィンはカラオケで盛り上がろうでした。イエーイ、盛り上がったね。盛り上がった。うん、楽しかった。いい感じに盛り上がりましたね。楽しくなっちゃいましたけど、うん、はい、ここからはこの企画に行きたいと思います。おー、なんだ。はい、ここからはこの企画、トリックアトリート一発嘘つきは誰誰。ハロウィンにちなんでトークゲーム企画をお送りします。やったー。テロップに表示されるトークテーマについてトランプを引いてジョーカーだった人は嘘をつかなければいけません。やだよ。誰がジョーカーを引いたのか投票で当てていただきたいと思います。はーい、する。はい、じゃあトランプ引いて、はい、
決めるんだね、はい、え私嘘つくの苦手嘘つくなし嘘つくなし私嘘つくの苦手だから本当本当に頑張るね頑張る頑張る私も嘘つくの苦手嘘つけじゃあ引けますかはいなんか切る、うん、ドキドキのね面白いね人狼ゲームってことそうだねどれがいいじゃあ私一番右じゃあセンターじゃあ見ますせーのあーはい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 、はいはい、私ね、うん、違ったよえもうこれが怪しいこれ怪しいじゃあトークテーマ、はい、あお願いしますあ 私の自慢話自慢話ね何それなんだろうねうーん自慢話か何かな自慢ねなんかあるかな結構自慢すること多くて難しい、はい、二重跳びが飛べます、うん、は私の自慢は二重跳びが100回飛べます、うん、本当にえバレバレじゃない大丈夫本当だよ本当絶対そうだと思う本当100回だよ休みなしでうんもうずっと100回飛び続けられますはい嘘だよ本当ですえ本当ですうん、自慢話ね難しいねでも、うん、私、うん、カレー作れます自慢自慢当たり前じゃないこれは本当だねでもカレー作れますカレー作れないわけはないからみんな作れるのじゃ作れるよ余裕でレシピ見ずにそうカレールーも使わずにいやそれを使うよ一から今使うけどえカレールー使うんかいえカレールー使ったらねえなんかトマトレシピ見ずにトマトジュースとかさあら違う違うレシピ見ずにねカレールーは入れただけだもんえカレールー入れたらでもさ作れるじゃん作らないよ作れる作れるよえちょっと気まずなんかはい、はい、私今年スマホを5回壊しました嘘だ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 聞いたことないもんそんなゆみしかもえ嘘だ壊すんよえ待って2人ゆみさんよく水没させちゃうの携帯をだからそれはひなのだよえ私ひなのよ携帯壊すのはひなのなの壊すってどういうことだから買い替えたってこと買い替えたなんか水没したし、はい、嘘ですえ水没してさ、うん、まず1回じゃん、うん、でこれ水没を何回も繰り返しちゃって修理出したのね、うんでもそれでも直んなかったからいっぱい交換したのよ嘘なんで嘘つかないといけないの私以外多分みんな信じれないと思ういやこうやってるかすみんが怪しいだって、うん、かすみんの作った麻婆豆腐で夢がお腹壊してるもんねそうだよだから信用してないよ料理面に関してはだからカレーももしかしたら作れない料理面に関してはちょっと信じてない作れるけどお腹壊すかどうかは別じゃんうん作れるのそれはうんじゃあお腹壊すって2人ともなんか嘘っぽい嘘じゃん本当だよ私は分からんえじゃあさえちゃん誰だと思うええー、夢見かな夢見はさえちゃんかな私なんかえうちにかかってるこれイメージないかちょっとみんなの意見聞かせてじゃあ投票始めますか投票そうですねそっかこれ私たちが当てるわけじゃなくて投票でそうなのそうだそうだよ話聞いてたごめんじゃあみんなで騙すっていうことかもえ何じゃあみんなで騙しちゃおうみんなで騙しちゃおうじゃあ私のスマホが5回壊れたって思った方は1にが嘘だと思った方は1に投票してくださいそしてはい私が二重跳び100回跳べるが嘘だと思う方は2にはい私のカレーを作れるが嘘だと思う方は3に入れてください嘘だと思う誰だ絶対さ投票スタート誰だ私は夢見だと思うそんなことないよいや私も夢見だと思うな難しいもん難しすぎるみんないい塩梅じゃないみんなじゃないか、うんどうだろうね3が多いとカレー作れないってことだって作れない、ね、え作れるよみんな信じてさすがにねで
でも自慢じゃなくない？カレー作れるって。なんで？自慢でしょ。料理ができるってことだよ。え、できるもん、誰でも。じゃあレシピ見ずにできますか？だってカレーの、だってカレーのルーに使うなんだもん。だってさ、カレーのルー、だそれカレーでもレシピ見るくない？じゃあ投票締め切りまで5、4、3、2、1終了。さあ、どれが多いのかしら。どれだ。え、あ、僅差だ。僅差だ。僅差で1番、 36.5% の私の自慢が嘘になりました。イエーイ、泣いちゃう。じゃあ結果発表しますか。これはそうですね、トランプを見せるんだ。ジョーカーの人が嘘ついてます、ね、はい、せーの、じゃーん。お、見えない。あ、やっぱりね。キャー、やっぱりね。でもスマホ3回くらい壊しました。へえ。判断しにくいけど、逆にいっぱい壊しすぎて才能あるかなと思って話したけど、うん、そうなんだ、すごい。でも3回も壊したんだ、すごいね。すごい。じゃあ、でも、うん、さえちゃん嘘をつくのうまいね。嘘じゃない、うちほんとだよ。嘘じゃないよ、本当だよ。さえちゃん嘘じゃないね、本当にできるの。そう、その塩梅がうまい。そう、二重跳びが得意で、うん、あの1分で100回ぐらいなんですよ。初めて知った。そうなので、1分ぐらい跳び続けられるので100回ぐらい跳べます。すごい。そう、本当にあのうまいね。そのなんか嘘っぽい塩梅が。そう、あんまし言ったことないやつ言ってみた。初めて知った。あの小学校の時とか毎日縄跳び飛んでたので。すごい。そう、本当に20跳び50回しかできないよ。え、結構すごいよ。結構待って待って、50回できたらもう結構やめて、うん、なんかやめて、なんかそんなできないんだけど。え、ちゃんとじゃあカレー何回できる。確かに何回、2回ぐらいで。あ、連続だったらなるほど。そうそう。じゃあ次、あ、お、ナオロムさんからハロウィンクマ、ありがとうございます。ありがとうございます。でもカズミンがカレー作れるのは本当なんだね。はい、なので結構疑われてたけど27% っておかしくない？普通にこっちに固まるかと思ったんだけどおかしいからね、普通に。とりあえずカス見れとこみたいなやめてね。よかった、でも作れるんだ。じゃあ次のお題いきますか。お願いします。はい、どれ。これ最近泣いた話。最近泣いた見ると、あ、いつ泣いたか覚えてないな。泣いた、難しいな。泣いたっけ最近。最近ね、最近ガチで泣いた話言っていいですか。うんやめてまあいいですけど、なんかお手紙企画みたいなのがありまして、うんうんうん、それでいっぱいファンの方から久しぶりにいっぱいお手紙いただいて、それで普通に泣いちゃいました。いい話、これ嘘じゃないじゃんいやガチなのよ。私ガチの話するね。じゃあ、うん、あのなんか映画、これちょっと言えない映画なんだけど。言えない映画、あんまりこう公にはできない映画なんですけど、あのその映画を見てめっちゃすごい家族愛みたいな、うん、ストーリーなんだけ ど、ね、私家族愛にめっちゃ弱いのね、うん、だからそれを見て映画で泣きました。あ、本当に最近私もじゃあガチの話するとガチの話すると、うん、最近あのマーラータンを食べに行ったんですよね。おー、でマーラータンが辛すぎて泣きました、うん、え、待って、辛すぎて泣くことある。そう泣くない、辛すぎてもう鼻、ね、水も涙も止まらなくなっちゃう。そんな辛い辛いのどこにあるんですか。何辛、それ3辛で。そう、でも違う、なんか間違えてちょっと辛めのやつを頼んじゃって。そうなんだ。思ったより辛くてちょっとあの号泣ではないけどちょっと泣きました。あ、信じられない、さえちゃんの話は。え、ほんとほんとガチよ。本当に？うん。嘘だよ。嘘だよ。え、なんで？本当だってば。本当だよ。そんな辛くてさ。じゃあ本当っていうさ証拠出してよ。え、じゃあマーラータンの写真見せてあげようか。いや、マーラータンいつも喋ってるもん。そう、マーラータンの写真が証拠じゃないよ。なんだよ。なんでこんな責められるの？え？だってマーラータンってさ、うん、涙じゃなくて熱くて汗かくならわかるけど涙はいかない。じゃ私汗かかない人なんですよ。あ、じゃあこっちに出るタイプ。こっちに出る。そう、こっちに出る。マジで汗なんか、うん、もう汗全然顔とかかかなくて、うん、だから涙とか、うん、なんか
になります。あ、そう。そうなんです。どっち系それは。それはどっち系なんだ。え、分かるってほら分かるって言ってるから。誰？そう。分かる人いるこれ。そうでも辛いと涙出る。え、でも結構これはあれと思う。辛いと涙出る。だって玉ねぎとか切ったら涙出たりする。それはしょうがなくない？でもそれと一緒それと一緒。辛いの香辛料とかがやっぱ結構入ってるから。あ、そう。へえ。好きなんですけど辛い食べ物は、うん、でも涙は抗えなかったです。なるほどね。じゃあ投票スタートしたいと思います。カスミンですね。これ嘘カスミン。なんでなんで1番のお手紙でめっちゃ買いようのだって夢見私だと思ったら1番でこれで夢見だったら怖くない？ちょっとショックだよね。これ夢見だったら怖い。マーラータンで泣きました。はい、家族愛の映画を見て泣きました。だって言えない映画とかいう時点でなんか本当は見てないみたいな。そんな言っちゃダメじゃないっていう。じゃあ本当は見てないんだよ。今その映画を見たこと自体が作り話。全然言えるけど。本当に？全然言えるけどなんかこういうの言っちゃダメみたいな。かすみ怪しい。なんでなんで言っちゃえダメとかないよ。え、悪くない？え、ないないない。え、ないの？うん。いや最初のさ、うん、あれで言われたじゃん。ねえ、そういう、何？そういうのずるいよ。でもかすみってさ漏れ癖あるからわかんない。ないよ。あるもん。あるよ。あるもん。そう、権利的なやつ。そう、権利的なやつ。だってラプンツェルとか言ったじゃん。言っちゃったよ。そっか。じゃあ5秒前数えます。せーの、5、4、3、2、1、終了。結果はどうなんだろう。ドンドン。え、3番のかすみん 58.3% 圧倒的な。なんでそんなことするの。嘘じゃん。で2番目のさえちゃんが 29.6% で、はい、1番の私が 12.1% です。はい、じゃあ答え確認しちゃうよ。せーの、じゃん。ほらかすみんじゃん。ねえ、最初のさ話し出すのちょっとダメだと思う。そうだよ。ファンの皆さん分かってる。ちゃんとよかった。いや、とりあえずカスミンに入れた人多いと思う。それはないよ。だってカスミンがさ嘘ついてそうだったから。サエちゃんの方が嘘っぽかったよ。マーラータン食べたら涙出るよ。マーラータン涙って何？サエちゃんかと思ったけど、うん、まあカスミかなって絶対サエちゃんだと思った。なんで自分ジョーカーなのにサエちゃんだと思うんだよ。自分嘘ついてんの分かってんだろ。おかしいだろ。面白い。はい、そんな感じでした。はい、次行きますか。以上。え、悲しい。もっとしたかった。もう一回だけ止まりましたけど、はい、終わりですって、はい、ということで悲しいですけど、はい、お時間になってしまいましたのでトリックアート、トリック、トリック、オアトリック、トリックアートってあれなんかあのへこんでそうに見えて、でかく見えるみたいなね。オッケーオッケー。トリックアートリック、間違えた。オッケー。ごめん、普通に間違えましたけど、トリック、トリック。そんなむずい、そんなむずい。トリックオアトリートでした。はい、嘘つきは誰ね。嘘つきは誰でした。はい、ごめんなさい。そしてとあるアイドルさんからこのフォロワーさん、アイドルファンさんじゃない、アイドルさん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 、はい、とあるアイドルファンさんからクマフラワースタンドいただきました。ありがとうございます。素敵なスタンド、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしてね、普段はここで一発チャレンジなんですけど、今週はお休みということでここで緊急発表したいと思います。緊急発表。なになになに。はい、なんとなんと、待って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 、もっとなんか貯めようよ。うん、こうもっと今一番みあの視聴回数多いところだから、ここ一番一番多いところ、アーカイブのね。そうそうそう、オッケー。じゃあ何を、はい、何でしょう、いいでしょうか。一発チャレンジ2回目のご褒美企画を行いたいと思います。やったー。何だと思いますか皆さん。え、コメント見よう
よ。みんな なんだと思う。みんな何だと思 う。ご褒美企画、ね、前みんなが出したやつから選ばれてるんだよね。私芋掘りって言った気がする。芋掘り、でもさつまいも掘り、そう今旬だからあるかも、ね、ワンチャンあるかもしれない。なんだっけ、富士山とか言ってたかも。あとテーマパークとか言ってたかもしれない、うん、スカイダイビングとかね。ね、あー言ってましたね、はい、じゃあ発表していいでしょうか。皆さん何だと思いますか。あ、たこ焼きパーティーとか。いいでしょうか。はい。なんとご褒美企画はご褒美 BBQ 緊急生配信でーす。BBQ ね。バーベキューね。BBQ バーベキュー。BBQ バーベキューです。やったー。いっぱい食べよう。ご褒美企画としてバーベキューが決定しました。皆さんありがとうございます。やったー、生配信なんだね。びっくり。いろいろなメンバーのアイデアを組み合わせたそうなんですけども、とても楽しみだね。はいはい、はい、配信は来週月曜日、月曜日なんです。中です、月曜日10月28日の17時から予定しております。やったー。ぜひ皆さん一緒に楽しみましょう。楽しもう。みんなもバーベキューしよう。ということで今日はバーベキューで何を準備するかを決めるこんな企画を行いたいと思います。はい、はい、バーベキューアイテム決定ゲーム。イエーイ。なんだなんだこれは。はい、テロップでお題が出ますので、そのお題をクリアすることによってバーベキュー当日準備されるアイテムが変わるそうです。え、結構かかってる私たちに。大事だ。ということでお願いします。まことのすけさんからクマバフェがありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。どうしよう、お題お願いします。はい、ドン。結構重要。かぶったらアウト。バーベキューで絶対に食べたい食材は。おーっと、あー、そういうことね。3人でかぶっちゃダメなんだ。簡単ですね。え、絶対かぶらないようにしようね。オッケー、オッケー。絶対かぶる。息揃えようね、みんな。どういう、オッケー、オッケー。かぶったものは準備されません。マジ、どうしよう。じゃあ、オッケーオッケー。バーベキューで絶対かぶさないのね。絶対かぶさないよ。うん。え、これ書いたものが出されるとかじゃないですよね。書いたものは可能性が上がります。あ、なるほど、OK です。なんか旬のものとか準備できないものじゃなければ。はい、かぶりに行かせない。私も。オッケー。結構3人にかかってるからね。オッケー。行きますよ。せーの。じゃん。肉。お。焼きそば。トウモロコシ。おー。やったー。この3つは食べれるってことか。そう。よかった。イエーイ。トウモロコシ普通に好きだし、なんかバーベキューでさ、よくさ焼いて食べるのめっちゃ美味しいから、いや、わかる、やりたかったのよ。あと山口ゆいちゃんがバクバク美味しそうにね食べてくれると思うから。うんうん、うん、確かにコーンよく食べてる。お願いと思って。よかった。いや、よかった。肉もマジ大事よ。そう、肉は大事。もうないとバーベキューって言わないから。そういうこと。絶対に肉の確率上げようと思って。いや、よかった。肉ゲット、肉ゲット。ちょっと焼きそば、焼きそばいいっていうの。焼きそば やるよね。やるの。うん、バーベキューだよ。締めみたいな感じで焼きそばしますよ。そうなんだ。はい、センスあるって。ありがとう。焼きそば。肉はセンス。肉はさ、もう王道だよね。じゃあセンスないね。焼きそばセンスいい。だって嬉しい。なんか結構褒められてるわ。いいな、私褒められたい。私も褒められてくれない。私も褒められたい。いや、トウモロコシも大事。肉もいいよ。じゃあ、そんなんじゃん。いや、肉いるやん絶対。じゃあもう一個お題お願いします。はい。え、あ、そういうこと。オッケーオッケーオッケー。やばいぞこれ。え、これちょっと私あれ言っていい。私あれ行くよ。うちはあれ行くから、絶対あれ行くから邪魔しないでね。え、ちょっと待って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 。私さ、一番好きだからね。え、待って、かぶっちゃう。2人かぶっちゃうよ。ね、かすみん変えて。なんで？なんでかすみんがあれの方が良くない？え、ゆめみは変えようよ。ゆめみは全然知らないもん。いいよじゃあ。でもさ、私も正直さ、あんま。でもバーベキューで食べるかって言われたら、そう違うかも。いや、いつでも食べれちゃうこのお肉。え、バーベキューで食べるかって言われたら違うけどさ。書いちゃった。とりあえず好きな肉の名前書いてもらう。え、ダメだって、ダメだって、ダメだって、絶対かぶるよ。かぶったらアウトなんだよ。肉のせいじゃない。肉のせいじゃな
どういうこと？いや、だけ細かい方がいいんじゃん。細かいってのはどういうこと？ V ってこと？わかんない、わかんない。え、 V ですか？ V ではない。はい、OK です。あ、 V ではない？なんでも。あ、OK。じゃあ、V やめるわ。V じゃないね。あ、パウ！なんだろう。じゃあ、なんかもうか絶対かぶんねえだろうみたいなやつでいきます。いや、もう待って、それだったらさ。いいよ、もういけた。私はこれはかぶんない、はい、絶対かぶってないメモ、はい、いいよ、せーの、じゃん。え、うまっ。ソーセージ、牛タン、かぶってない。かぶってないかい。え、ちょっと待って、うまっ。馬刺しとか。え、いや、バーベキューじゃなくない？え、バーベキューダメ？ダメですか？ダメですか？ちょっと鮮度管理難しすぎる。あ、そうなんだ。鮮度管理がちょっと厳しいようなので、ね、馬ダメっぽい。でも、いや、牛がいいよね。牛、うん、牛がいい、うん、あの、馬刺しは普段あの好きなだけです。私は牛があれば何でもいいです、正直、うん、牛タンよかった。牛タン確定だね。牛タンって部位じゃない？うん、まあ牛ってことだよね。そうだね、牛があればね、うん、よかった。はい、とあるアイドルファンさん、そして誠之助さんからくまパフェありがとうございます。ありがとうございます。はい、嬉しい、かぶらなかった。肉って大事だからね。最後にお願いします。鉄板があったら美味しい焼きそば作れる。意味が分からない。これかぶれない、かぶっちゃいけないんですよね。ああ、私は、あ、意味が分かんない。鉄板、自信がある、自信があるか。じゃあみんなで作れるってこと？腕前がどうかってこと？みんなで作れるって格好？合わせていいの？だってじゃないとさ、作らせてもらえないってことでしょ。もしかしたら自信ない人に作ってもらったことがいいかな。ああ、まあいいや。はい、オッケー。行きますよ。せーの、じゃーん。作れるルー まあカレー私作れますから、焼きそばも簡単ですよ。カレーはないと思う。カレーより焼きそばの方がむずいと思う。え、火がってさ、焼きそば、いや焼きそば簡単よ。簡単よ、そんなん。だってあれソース入れるだけやん。いや、でも味付けが大事。うん、そうなん。うん、焼きそばね、大事だよね。でも焼きそばって自分で作らなくない？普段作る、ルール作れる。え、普段作る？うん、塩焼きそばとか。ソース焼きそばとか作れる、うん、素敵。カスミンはちょっと心配。いや、でも頑張るよ。カスミン意外にできちゃう、うん、ね、器用だから私、うん、そうだね。はい、いろいろと決まりましたが、獲得アイテムで、獲得アイテムの表示があるんだ。書いたものは準備します。あ、え、馬以外ね。馬以外はやった、獲得できるそうです。もうちょっと書いておけばよかった。嬉しい。じゃあ牛タンとソーセージ、焼きそば、トウモロコシ、肉、肉。おやったー、イエーイ、最高だね。え、なんかバーベキューっぽくなってきたね。かわいい。え、芋も食べたい。芋もね、そうだね。マシュマロとかね。マシュマロマシュマロとか食べたいです。はい、準備していただけると嬉しいです。お願いします。そして28日月曜日17時からご褒美配信するので待っててください。待っててください。月曜日なのでね、注意ですね。注意です。はい、はい、次週は秋の〇〇ぴったんこチャレンジが再開です。今日の配信のアーカイブの高評価でクリアに近づきます。新たにご褒美に向けて皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、ということでね、あっという間のエンディングになってしまいました。早い。もうすぐでこの私たちが着てるチェキのメンバー出演チェキのプレゼントを締め切ります。その前にお知らせあります。はい、お知らせ。やっぱアルバムが発表されているので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。じゃあ締め切っちゃいます。いい？上位戦3名の方にプレゼントします。せーの、5、4、3、2、1、終了。おしまいになります。楽しい。はい。ということで今からのランキングをギフティングは明日か。
反映されませんので、はい、ご了承ください。ではランキングを確認していきますかね。はい、お願いします。少々お待ちください。バーベキュー楽しみね。生配信だしね。緊張、いつも生配信だけどバーベキュー生配信だって。緊張する ね, ね。なんで、え、なんで緊張するの。え、だってなんか焦げちゃったら恥ずかしい。そこなんだ。確かに確かに。どこでするんだろう、楽しみなんだ。確かに山とかかな。山、え、山じゃない。一から火起こしてみたいな。そっちから、そこからするんだ。5時からだからね。間に合う。火起こしがない。サバイバルじゃん。らしいです。さあ、Thank you。楽しみですね。はい。上位3名の方をお名前をお呼びしていきたいと思います。3位の方、あ、13位か、ごめんなさい。いきます。13位からいきます。せーの、13位、どんぐりっこさん、ありがとうございます。せーの、12位、あいあいさん、ありがとうございます。せーの、11位、としちゃんさん、ありがとうございます。せーの、10位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。せーの、9位、大輔さん、ありがとうございます。せーの、8位、ケンジさん、ありがとうございます。せーの、7位、ゆきおさん、ありがとうございます。せーの、6位、焼きそばさん、ありがとうございます。せーの、5位、大野高文さん、ありがとうございます。せーの、4位、誠之助さん、ありがとうございます。せーの、3位、とあるアイドルファンさん、ありがとうございます。チェキありがとうございます。せーの、2位、ドイツメロンパンさん、ありがとうございます。チェキありがとう。せーの、1位、ナーブさん、ありがとうございます。上位3名の皆様にはショールームより連絡がいきますので、はい、ご対応お願いします。今日の番組は以上となります。はい、楽しかったです。見ている皆さんどうでしたか。楽しかった、よかったです。パチパチパチ、はい、はい、ということで次週のメンバーは秋山ゆなちゃん、成田小日菜ちゃん、八木あつきちゃんです。はい、ここで次週のメンバーにオープニングトークで話したいことを動画に撮っていきたいと思います。どーん、来週一お送りしちゃいます。何がいいかな。来週だよね。うん、でもうバーベキュー終わった後ってことだよね。そうだよね。じゃあバーベキューの感想とか聞く。あ、いいですね。そうしよう。はい、はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。佐久間由美です。新井沙耶です。工藤かすみです。はい、はい、ということでバーベキューが終わった、楽しかったっていう余韻に浸ってると思うんですけど、ね、バーベキューの感想とかいろいろ教えてください。教えて、楽しかったね。今日もみんな可愛い。可愛い。何着てるの、何着てるの。はい、オッケーです。ありがとうございます。そして28日の17時からバーベキューのご褒美配信がありますので、そちらもお楽しみにしておいてください。しておいてください。はい、絶対を、絶対に配信を見逃さないために右上のハートクリックを押してお気に入り登録してください。お願いします。お願いします。お願いします。それでは以上、 AKB48 18研究生でした。またね。またね。ありがとうございました。来週また会おう。